はい、あいち、はい、あいち、キャイ、はい、はい、三、三、四、四、五、五、六、六、七、七、八、八、九、九、はい、十、あ、キャイ、はい、俺、まず上段回し蹴りを蹴るにあたって移動稽古でまず思いっきり、ね、蹴れるようになれないと普通に立った時になかなか蹴りを威力を出すっていうのは難しいので極真空手の場合ですね。まずこのままえいや蹴りの状態、ここからまずこう蹴っていきます。えいやえいやえいやね、もう一回見せます。前屈立ちね、前屈ってもう普通こうやって立ちなさいって言うけど、正確に言うと半前屈立ちってやつです。動きやすいんでこの方がね。でこの状態から蹴るときにまずここまでグッと引きつける。それから拳を、山崎照友師範に習ったのは拳握れ蹴るときに、はい、加藤茂雄師範代に習ったのは顎の下に手入れろ、はい、これの融合が回し蹴りの基本だと思います。この状態から顔面かわします。1でえいやえいやえいや、このように、蹴ってみてください。そうです、蹴りの回し蹴りの基礎です。はい、前屈蹴りの用意、はい、顔面カバーします。拳握ってしっかり蹴り込んで気合い入れてきます。はい、キャタイ、はい、はい、サン、待て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 、もう一回いきます。はい、はい、拳握って、サン、待て、はい、はい、サン、はい、待って、顔面カバー素早く、あれ、はい、押す。続いて、組手の実践編で、使える前蹴りからの変則の上段回し蹴りを、蹴ります。これも半前屈になった状態。まず前蹴りを蹴ったら途中まで同じ軌道で前蹴りを蹴ったら途中まで同じ軌道ですよね。前蹴り、もう一度いきます。前蹴り、途中まで一緒、前蹴り、途中まで一緒、前蹴り、でこの時に軸足は特に右足はこっからこうやってこういう感じで差し込むように蹴ると斜めに相手の顎の先引っかかったりするんで有効だと思います。はい、やってみてください。変えて、はい、あいち、あい、キャイ、はい、あい、あい、キャイ、サン、サン、シー、シー、ゴー、ゴー、ロック、ロック、ヒッチ、ヒッチ、ハッチ、ハッチ、キュー、キュー、ジュー、アキャイ、アイナオレイ。続いて、コンビネーションで畳みかける攻撃です。後ろ蹴りでまず相手の意識を中段に向けさせて、わざと受けてもらうようにちょっと速度調節してゆっくりでもいいです。当たったらラッキーぐらい。それでここをこう固めたところそのまま単発で終わらずに、上段までつなげる。これは
極真会館城南支部時代にね、その私が、まあ、半年お世話になったけど面識はないけど、ね、佐伯健徳選手っていう人がね、方がいらっしゃるんですけど、今でもね、その方が得意だったのがね、後ろ蹴りからの縦の、左の上段回し蹴りが得意だったですよね。普通にまず蹴ります。2種類見せますね。まず普通に後ろ蹴り蹴った後に横から入れる、追っかけていくやつはこういう状態から、はい、受けられた、こっからそのままこういくんですね。はい、だけどこれだと避けられやすいってことで、佐伯選手はここから膝の返しを使ってさらに縦に入れるんです。縦に入れるからここ気をつけて、この状態から離れでね、接近両方やるんですよ。接近した状態から、はい、そのままパーンっていったら、このまままずこの縦の上段回し蹴りと、それから離れた状態から、離れた状態早く蹴りですよ。離れた状態から、はい、これですね。はい、これでね、面白いようにパチンとね、あの試合のアドバンテージをね、お客さん湧くでしょ、今のなんかでパチンとかすっただけでもね、わーっと、それでね、試合を有利に運んでいくっていうね、後ろ蹴りの威力も相当なもんでね、うん、ちょっと知ってることもあるけど、ここではちょっと伏せときますよ、ね、うん、はい、よっす、はい、構えて、はい、あいち、そのままパン、はい、向かい、はい、あい、はい、オッケー、はい、三、はい、四、はい、はい、五、六で終わるからね、そのままパン、はい、ロー、クラッと待って、ドン、オッケー、よし、オッケー、はい、押さした、切りから回し切り、はい、構えて、はい、おいし、そうかい、はい、はい、三、四、はい、ゴー、はい、ロー、キャイ、はい、ヘイチ、はい、ハーチ、はい、キュー、はい、ジャー。